すげえな、あんた。まさか世の中にそんな嘘みてえな技を使う奴がいるとは思わなかったぜ。けどよ、そんなもんで俺が簡単にやられると思うなよ。なんたって俺、凪宗一郎だからよ。小僧、今のは劣気とした打撃技じゃ。侮るでないぞ。高柳が厳しい修練の結果得得した、いわば気の攻撃。そして気とは、己の体内で生じ、己の内でのみ作用するもの。こだこだうるせえ。気ならこっちにだってたっぷりあるぜ。やる気ってやつがな。それは結構。じゃが、心してかかれよ小僧。高柳は間違いなく今のお主の数倍は強い。というわけでハンデ第一年。一発でも俺に入れることができたら、お前の勝ちにしてやるよ。一発でぶち殺す。うわぁ！うわぁ！あっ！あっ！あっ！宗一郎様。なんて野郎だ。宗一郎が怠慢で手の足も出ねえなんて。どけたくて！どけ！俺を相手に、お前みたいなタフな野郎は初めてだよ。無理ぜ。しょぼい攻撃はなしにしてくれ、先輩。素人だと思って手加減してやりゃ。望み通り次の一撃で終わらせてやるよ。今だ。何？見切った。愚か者が。わっと。あやちゃんが随分と入れ込んでるから、もっとできる男かと思ったが。所詮この程度か。立ちなさい。この夏目あやの婿ともあろう男が、その程度の拳法使いにいいようにあしらわれるとは、なんたる醜態。その程度の拳法使い。誰がいつてめえの婿になったよ。いいか、俺は今まで喧嘩に負けたことは一度もねえんだ。てめえはそこで黙って見てろ。いいな。はい。相変わらずわけのわからねえ女だが、おかげで目が覚めたぜ。まともに技の読み合わせてずっぽしこいつのペースにはまっちまうとこだった。急にどうしちゃったのかしら、高柳先輩。おるよのう、こういうタイプ。俺は今日初めてお前を完膚なきまで叩き潰す気になったよ。こっちは鼻からそのつもりだ。新陸号。俺は格闘家じゃねえ。待て、喧嘩屋だってな。冒険必殺バリア。これは綾の手作り弁当。いつの間に、実に汚ねえ。喧嘩には何でもありなんだよ。切った。Blah!